はい、例えば私がいるところですね、大阪府の茨城市にありますですね、桜通り、のですね、モニュメントがあるところでございます。このまあ桜通りなんですけども、こちらの方車がね、車道がだいたい桜通りと呼ばれましてですね、この遊歩道みたいなところですね、こちらの方の、これはね、元茨城川緑地とね、正式名称があるで、そもそもですね、水はどこへ行ったんだっていうね、感じになりますよね。さらにはその茨城川っていうのはですね、もう消えてなくなってしまったのか、まあ、この辺りにですね、住んでますと、もうその茨城川っていうですね、存在がまるきりないわけですね。はい、もともと川だったということで、この、ね、その名残がこちらの方にありますね。これは、あやめ橋ですね。あやめ橋という、ね、名称が、実際はもう橋はないんですけども、私が子供の頃はね、ありましたですね。これがちょうどその、あやめ橋跡の石碑でございますね。一応記念にこういう感じで、残してあるということでございます。それからさらにはですね、堤防の跡がありますね。こちらの方ね、こうややこう盛り上がってるんですけど、昔はもうちょっと高かったんですけども、かなり低くされてますが、こう人工的なですね、堤の跡というのがね、分かると思います。はい、こちらは中央通りと申しまして、 JR 茨城から阪急茨城市駅までですね、東西に結んでる、主要な道路になりますね。こちらにはですね、高橋というですね、これまたあれですね、橋梁の名称ですね、これがあるわけですけども、こちらの橋に関しては下がですね、遊歩道、上に、今度道路が通っているということでね、一応ね、機能はしております。ちょうどここから南がですね、桜通り、それ北の方が川端通り、川端通りというのはですね、琵琶湖出身でいらっしゃいます、川端康成さん、ノーベル賞作家ですね、のお名前にちなんだ通りでございます。はい、こちらがですね、愛川茨城川合流の碑ということでございましてね、まあ、何やら立派なですね、石碑がございます。まあ、こちらにですね、元茨城川緑地ですね、今の川端通り、それから桜通りのですね、出来上がった秘密がですね、書かれてあるということでございまして、ちょっとね、裏面の方ですね、見てみたいと思いますね。それではかいつまんでね、読んでみましょう。茨城川は本市北部の山地部から中央部を愛川と並行して貫流し、三宅村で合流していました。今出てきましたですね、三宅村というのはですね、現在の牛虎とか、倉垣内、それから摂津市の一部鶴野ですね、の周辺のことを指してますね。はい、続けますね。で、昔はですね、川幅が甚だしく狭い上、天井川で、しかも堤防の土質が軟弱なため、一度洪水に遭うと波堤崩壊してたびたび濁流氾濫の災害を起こしてきました。ここにですね、天井川というね、故障が出てきました。これ昔地理でね、習ったような気がしますね。平たく言うとですね、こう我々住んでるところよりも川底の方が高いという、そういう川のことございます。まあ、年配の方からですね、昔はですね、よく茨城市も水付きになったっていうのをね、お聞きするんですけども、全然実感がね、湧かなかったんですけども、おそらくですね、この茨城川の決壊によるですね、洪水のことなんだなと分かりました。じゃあ続きです。町村民の結集した努力の結果、昭和16年、茨城川は田中町地先で愛川に合流され、現在の姿になりました。ね、合流点以南の区間は昭和14年、廃線かなとなり、
現在は元茨城川緑地として、整備されております。昔からたびたび洪水に悩み、懸命に対応してきた先人の賢明さと粘り強さを知り、洪水に対する先人の労苦に感謝し、それで、ここに、検証するというような内容なんですね。こういう立派なですね、石碑で、こういうのをね、ちゃんと歴史を刻んでおくというのは非常にいいことだと思いました。ここはですね、茨城川と相川のですね、ちょうど合流点でございますね。はい、右手に茨城川、左にですね、相川ということでございますね。はい、で先ほどですね、日があったところ、ちょうどあちらが元茨城川の緑地ですね、の始まりなんですけども、ですね、そちらの方に流れてた茨城川をですね、まっすぐ直進させまして、こちらの相川の方ですね、こちらに合流させたというのが昭和16年でございますね。はい、何年かな、1941年ですね。はい、に、こちらの、工事がなされて完了したということですね。ちょうど太平洋戦争開始頃ですよね。茨城川の終点ですね、これを見ることができました。で、始まりはどこなんかということですね、ちょっと見ておきたいようなね、気がしてきました。行ってみましょう。はい、しばらくですね遡ってまいりまして、こちらの方がですね、以前に紹介した白井河原の戦いですね、すなわち和田惟政さんと中川瀬病さんのね、合戦が行われた周辺でございますね。はい、でここでちょうどこのね、左側に、このね勝尾川、これは箕面の方から流れてくるね、川です。でこの先の方ですね、二股のもう一方が竿川と申しましてですね、これ茨城の山奥から流れてきて、この二つの川が合流しまして、ここで合流して、茨城川になるというところでございますね。はい、ということでございまして、これで、茨城川のですね、始まり、それから終わりとですね、見てまいりました。昔は茨城川っていうのはそのまま今の川端通り、それから桜通りを流れていきましてですね、ずっとあれですね、倉掛内あるいは鶴野の周辺までね、伸びていて、そこで相川と合流していたというね、そういう歴史があったんですけども、水害のためにですね付け替えられて、今はこちらの方から始まって、先ほど言ったですね、合流点のところまでの長さになっております。茨城川の長さ、それからですね元茨城川の緑地というのはですね、この治水の結果ということで、分かりました。ご視聴いただきありがとうございました。